トンペーと始まりましたミキポンのセカンドチャンネル。はい、ということで今回紹介するのははい、雪見大福でございます。なんとクッキー&クリーム、もうみんな大好きですね。クッキー&クリーム、もう一回復唱しますよ。クッキー&クリームの雪見大福でございます。はい、ということでこちら食べていきたいと思うんですが、私の雪見大福の食べ方はレンジでチンもいいんですが、レンチンしちゃうとちょっと外側だけが溶けて中はまだ固い状態っていう感じなので、私は常温で溶かすのが好きです。こうちょっとこうやって温めたりとか、あと熱い部分に当てたりとか放置して、まあ5分とか置くと柔らかくなって食べやすくなります。はい、こちら食べていきたいと思いまーす。よし、まあ、まずはね半分だけ開けて、はい、あ、まだ硬い、あ、まだ硬い、ちょっとまだ全然硬いわ。ちょっとこうやって熱で温める。うん、どうしよっか。うん、じゃあ雪見大福の豆知識、じゃあ今まで出た雪見大福の味とか言っていこうかな。なんだろう、雪見大福はまあ普通のバニラ、あといちご、マロン、小倉アイス、よもぎ、うん、とかもあったんだ。へえ、氷大福、氷入り、いちごジャム入り、生チョコレート味、抹茶黒蜜味、果実いちご、とろける生キャラメル味。これね、すごく印象的だった。めっちゃ美味しかったイメージがあります。ちょっと唇の色死んでますけど、うん、これ美味しかった、すごく。で、その次に生チョコストロベリー味、これはね、ストロベリーが私ちょっと違うなって思ったかな。2011年、いちごミルク味、うーん、食べたかなこれ。2011年、大人の雪見大福、トカチ小豆味。こちらのクッキー&クリーム、去年も出ましたね。もう大好きです、私このシリーズ。いただきます。まだちょっと硬いけど。今年はこれ2個目です。まだ。やっぱ美味しいね。断面こんな感じです。美味しい。やっぱこの皮の一番近くのとこが、なんだろうな、ホイップクリームみたいに溶けてくれるとこが好きです。うん、おいしい。